ゲブレグジャベルゲブレマリアムは、エチオピアの陸上競技選手。専門は長距離走。アテネオリンピック男子5000メートルエチオピア代表。ティグレ州出身。夫人は、同じエチオピアの陸上長距離選手、ウェルクネシュキダネである。2002年、第9回世界ジュニア陸上競技選手権大会では1万メートル、優勝、5000立方メートルくらいの成績を残した。同年、 第30回世界クロスカントリー選手権ジュニアで優勝し、クロスカントリーでも世界ジュニアチャンピオンに輝いている。翌2003年、18歳のゲブレ・マリアムは、オールアフリカゲームズ1万メートルで、シレッシヒネに次ぐ2位となり、19歳となった直後には、第1回 IAAF ワールドアスレチックファイナル5000メートルで3位入賞を成し遂げるなど、大きな印象を残した。 2004年3月、ブルッセルで出場した第32回世界、クロスカントリー選手権では、ロングショーと共に、同じエチオピア代表のケネニサ・ベケレに次ぐ2位となり、銀メダルを獲得した。ベケレ、デジェネ・ビルハヌと共にアテネオリンピック男子5000メートルエチオピア代表に、選出され、5000メートル決勝では、ケニアのエリウド・キプチョゲから0.25秒差の4位となった。 第2回 IAAF ワールドアスレチックファイナル、翌2005年の第3回 IAAF ワールドアスレチックファイナル5000メートルでは、共に4位となった。2007年世界陸上競技選手権大阪大会1万メートルでは6位入賞の成績を残した。2008年10月には、英国のハーフマラソン大会グレート、ノースランに出場し、 ハーフマラソンに初挑戦。セガエケベデに次ぐ2位となった。2009年第37回世界、クロスカントリー選手権では、モーゼス・キプシロ、ゼルセナイタデッセを接戦の末に退け、優勝した。2009から10年のクロスカントリーシーズンは、ポルトガルのオエーラスクロスカントリー国際大会で、優勝したのに続き、アタプエルカ大会、ソリアクロスカントリー国際大会。 アルコベンダスクロスカントリー国際大会と勝利した。ポーランドで開催された第38回世界、クロスカントリー選手権では10位となった。ありがとうございます。